申し込む。別木重幸本までが沢口氏にブチ切れ。俳優の別木重幸44歳が2月7日に放送されたバラエティ番組本までがびっくり。TV フジテレビ系に出演。3年前に同番組に出演した際、クソ味噌に言われた脳科学者の沢口俊之氏58歳に謝罪を要求した。この日の冒頭、あの標本台入る前にどうしても言いたいことあるんですけどいいですかといきなり全のめりの別木。3年前に芝居の宣伝で出させていただいた時に、何ですか40歳を過ぎると結婚できる可能性が 5% だと言ってましたよね沢口先生と名指しで怒りをぶちまけ始めた。3年前の出演時、沢口氏は別木さんは結婚できませんから。結婚できる可能性は40過ぎると 5% なんでもうダメですよとはっきりと言っていたが、別木はそこまでは良いですよ、それはデータですから。見事、私は41歳で結婚できましたとデータを超えて結婚したことを報告。しかし、沢口氏への怒りは問題なのはこの後なのだという。先生おっしゃいましたよね。仮に結婚できたとしてもあまり良い女性ではないと。別木は女優の市川由衣31歳と2015年9月に結婚しているが言われましたよ。あのオンエアが2015年7月でした。僕結婚したの9月です。1ヶ月後です。オンエアの時は当然婚約してますよ。ってことは当然妻もオンエアを見てましたよ。妻は言いました。私あまり良い女性じゃない、もう僕は家で必死にフォローですよ。あの先生もさ面白いと思って言ってるんだよねと、沢口氏の発言により市川は傷ついてしまったようだ。これに沢口氏は、科学の世界は統計の世界なので 5% というのは統計なので仕方ないですよねと説明。この点には別木も納得はしているようだが、沢口氏は続けて、いい女というのは言い換えると美人ではないということですと発言すると、別木はじゃあ言いましょうか、僕の妻女優ですよとヒートアップした。その様子を見た沢口氏は、妻が美人だと後々離婚しやすいというデータがあるんですよ、とさらに話を続けると、別木は、先生それは話題をすり替えてますね。今僕が欲しいのは謝罪です。はっきりとしっかりと謝っていただきたいと旦那に謝罪を要求。僕がね、なぜあれだけクソクソに言われたあなたをねフォローしなければいけないんですか、家庭でと愚痴も飛び出した。最後はもう抗議に折れた沢口氏。奥様失礼しましたとカメラに向かって謝罪した。